杉田さん、梶田さん、ゲストの後藤さん、こんばんは。こんばんは。モバマスで、これはソシャゲなね、うん、アイドルマスターの。うん。ごとくわかる？モバマスは。モバマスはちょっとわかんないですね。アイマスはわかる。アイマスわかります。それの携帯電話とかで遊ぶやつ。あ、うん。そうそうそう。ソーシャルだね。モバマス、あ、そうか。じゃあ、アイマス誰好き？アイマス、うん、僕ね、知ってるだけで、キャラクターわかんないです、ね。なるほど。意外に後藤くん、そっか。本当に、ただゲーム音楽好きなだけなんですよ。そうなんだ。やってるゲームもすげえ昔のやつですよ。ギャルゲーとかは。え、何どれ？下級生とかです。下級生か。下級生はもうすっげえ高い。体がパサパサになってもいい。俺に金をくれってバイトするやつ。そう。なんかありましたね、バイト。あるな、あるな。危険なバイトみたいなのあるの。体パサパサになるんですか？いや、だから、どんなバイト？バイトが終わると。疲れて。体がパサパサだよっていう。すげえな。こう言語センスがすごい。うん、すごいよね。そう。進化、今も携帯電話とかでできるんですね。今もそういうゲームが。ゲーム多いよ、そういうの。はい、というわけで、そんなモバマスで一度でも新アイドルマックスにしたアイドルは、うん、名前の左側にハートマークがつくようになりましたね。ねえ、新アイドル。この仕様、他の人のアイドルを見る、例えば同じプロダクション内の人とトレードする際に見ると、なんだかよそのアイドル寝取ってるように思えて非常に興奮します。なるほどな。相手がフリトレなどでお出迎えしたばっかりで新アイドルがゼロだったり、さらに新アイドルが中途半端に上がっても落としてる最中だなと興奮します。ブルコさんどうすか？なかなかの妄想力。行く！まあ思うよね。うん、思います、ね。同じこと考えてた。俺もすごい心と体が疲れてる時さ、新エリアが開放になって、大沼くるみちゃんっていうのが新しく出てきたのね、うんうん。中学生ぐらいの子なんだけども、なんかすごい泣き虫で、いつも、うずうず友達だけどうせみたいになって、アイドルなんかなれないもん、やすやすやすってやって、ノーマルカードの顔がもう泣いてる顔なのよ。ほよだれ垂らしてるの。そんなキャラが追加されたんだ。めちゃくちゃだぜ、ほんとに。プロデューサーじゃん。サンって言うないシャンっていうのいいね、うん、そうそれ泣きながら言ってるんですか、ね、そう泣きながら言ってるいいですねアイドルなんだって言ってそれいいですねでノーマルカードをプラスにするとでもぐずってる顔になっててこれでアイドルだぜかだみたいな何言ってるか分からない本当にまだボイスがついてないから妄想し放題だよフリさんどう、うん、いやこの間ちょっと仕事でよだれ垂れてるキャラクター描いたりしてるぐらいなんで、うんうん聞いてる感じすげえいいっすね。まさしくソーシャルゲームの仕事で。うん、よだれを書いてお金がもらえる仕事？もらいました。ブニさん。どんな仕事だよ。ブニさんの今危機迫る変態語は本当に普段の顔は若干木村良平くんに似てるんだけど。まあ似てますか。そう誰かに似てるんだって俺思ってたんですよ。良平ちゃんね。木村さんだ。うん、でもさっきの機械な発言をした時に完全にブニさん。ブニさん。機械だし。確固たるものに。そうそうそう。汚れ好きだし。汚れちゃんやばいわ。あれでまたなんか巨乳好きみたいなのがあるの嫌なんだよな。あ、巨乳なんですか？うん。中学生だけどでかいの。なんだ、幼女を想像してた。で、それで、おっぱいが大きすぎて、うん、足元がほとんど見えないのっていうの。おーい、うん、いじめられそうな子だな、おい。そう、だって男子にも、だって栄養が全部胸にいってんじゃねえかっていじめられるとか。あ、う、あ、ん。で、お母さんの話題が出て、お母さんっていうね。どんな見た目なのかなっていうね。母さんの方がすごいことになってそうだな。だろ？うん。中学生ぐらいの娘だろ。年齢で逆算しては。興味がありますって、FF11 のタグをね。うんうん。ポンってって、興味がありますって。いりませんかって言ってる。いやーでもなんか、モバマスもどんどんとキャラ増えてますけど、うん、どんどんなんか先鋭化してますよね、キャラの特性。そうだね。一人一人また特殊な設定をつけてくるっていうのが、そうなんだよな。最近増えてきてる。そうなんだよ。はい、というわけで。